ちは、こんばんは。先頭車の谷川です。駅頭で、街角で、ゴスペルシンガーとして、ジーザスの愛を伝える。どうしても伝えたいメッセージをお伝えしています。ザ・バイブルはこう語ります。なくてならぬものは多くはない。いや、一つである。アリアはその基本を選んだのだよ。11月下旬になり、もう本格的にクリスマスの季節。教会ではサンクスギビングデー、収穫感謝祭。1620年メインフラワー号に乗った信仰の自由を求めアメリカ合衆国に来られた先人たちが、厳しい環境の中でアメリカの地で収穫農業をする。でもその農業がうまくいかない。種がアメリカの土壌に合わなかったのです。しかしその姿を見たアメリカの先住民インディアンたちが、信仰の自由を求めてアメリカ合衆国に来た。その一人一人に種を分け、そしてその年収穫を祝う。その収穫を祝う中で、これがサックスギビングデーとなり、今日の日。そしてその収穫感謝祭が終わると、街はクリスマスの雰囲気になってきますね。クリスマスの主人公はサンタクロースではなくてジーザスです。神は実にその一人をくださったことで、この世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を受けると思います。ジーザスは
最後十字架にっかり死なれました。クリスマスの主人公はジーザスクライスト、イエスキリストです。この方は歓迎されることなく、しっかりした場所で生まれたのではない、洞窟の中の家畜小屋の中で生まれた。なぜならば、そのような場所で生まれることによって薄汚れた、誰にも見せたくないこの小さな私のハートの中にキリストが来てくださったからです。どうぞ心開き、ジーザスを受け入れ、そしてキリストを信じ迎え入れてください。そしたら今日がクリスマスになるのです。ジーザスラブスユ、イエスキリストはあなたを愛しています。その一人のイエス・キリストがあなたを愛しています。あなたのために命を捨てられたのか、イエス・キリストです。
ちている場所があるということ、皆さんそのことをどうぞ忘れないでいてもらいたいな。居場所があるんですね。群衆の孤独というか、人がたくさんいるようなところにいるときに、それを楽しめる人もいるけれど、孤独に耐えられない人もいるんですよね。一人ぼっちで歩いて、そしてあっちでもこっちでもカップル、あっちでもこっちでも楽しい仲間と一緒に歩いて、この姿を見るときに寂しさがひとしお。でも私たちは一人ではない。皆さん、あなたと共にいる方がいる。私はあなたと共にいる。恐れるな、そう言ってくださる方がいる。皆さん、あなたを愛してる。ジーザス、イエスキリスト、あなたは愛されています。Thank you.
選手は語ります。いつも喜んでいます。絶えずに取りなさい。全てのことについて感謝します。これが神がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることである。皆さん、私たちの人生、その説明書は聖書なんです。なぜならば私たちを作ったあなたが神だから、その神の言葉が聖書だからです。皆さん、どうぞ聖書をお配りしてます。そしてあなたの救い方ジーザス、今日この夕べクリスマスを前にしたこの時期にジーザスと出会い、そして新しく生まれ変わる。皆さん、人生どこからでもやり直すことができるのです。あなたにそのような人生をお伝えしたいと思っております。人々が楽しそうに過ごしているその夕べ、そうするとね、寂しさを感じて生きているのが辛い、死にたいと思う人もいるんですよね。そのような方に死なないでください。そしてあなたに伝えたいメッセージがあるんですよ。皆さん、そのことを私たちはお伝えしたいと思います。キリストはあなたを愛しています。あなたの罪のために十字架にかかり死んで墓に葬られ、三日目によみがえったキリストを信じるなら救われます。主イエスの他にはない、その
新型コロナウイルスパンデミック2020年3月11日 WHO がそれを宣言してから早1年数ヶ月が経ち、第5波が
収束したとはいえまだまだ心配な日が続く。マスクが取れない、ソーシャルディスタンス、手指消毒が必要な、皆さんこのパンデミックの中でどのようにいかがお過ごしでしょうか。コロナが満ち溢れても皆さんそれよりもさらに強い力で、神の神は霊です、神はスピリットです。そのお方が目に見えませんけどここにおられます。でも目に見えないその神をどうやって知ったらいいか。だから目に見える人間の姿を取ってこられたお方、イエス・キリスト、このお方が神だ。あなたを救い、そしてあなたに永遠の命を与える、そのお方、神を信じ、そしてあなたの素晴らしい人生を新たにスタートしてほしいと思います。美しみくかを守るように
私たちの人生も神を中心として生きていく。それが私たちの人生なのです。しかし神を信じない、神から離れたこと、これを罪と言います。その罪を許すために、神はその一人もキリストをこの地上に送られました。こんにちは。あなたは愛されてる。フラトラ強い。あ、でもなんかイエス・キリスト、あなたを愛してます。恵みは我が民を恐れも決しまた過る伝道者の方直樹と申します。皆様にジーザスとキリストの愛を伝えいたします。クリスマスの主人公、2021年前に来られ、人として来られた。なぜキリストは人となったのか。皆さん、それはあなたが人だからですよ。そしてあなたを救うために人間となった。でもイエス・キリストは神であられ、罪のない神でなければいけない。あなたの罪の身代わりになれないからです。しかし皆さん、人間にならなければ死ねない。だからキリストは神であり人なのです。そしてあなたのために十字架にかかり、死んで墓に葬られ、3日目によみがえって今も生きています。こんにちは。神を思う我が魂。
方のママの皆さん、こんばんは。伝道者の加藤直樹です。イエスキリストの愛を街角で伝えています。この駅頭で私は街頭演説をし、またストリートライブをし、毎日のようにキリストを伝えています。なぜならばキリストが私たちにとって最も必要な方だけ、それよりも大切なことがあるならば私はすぐに転職するだろうと思います。でもキリストを伝えること以上に大切なことは今のところありませんので、街角で毎日のようにキリストを伝えています。 YouTuber としてキリストの愛、ゴスペルを歌い、そしてまたキリストを伝えています。テレビやラジオに出演してキリストの愛をお伝えしています。そして街頭で、教会で、あなたに伝えたい愛がある。神はあなたを愛しています。あなたと共にいる。主と私で歩いてきたこの道を走るのは深い。でもいつの間にか一人だけ消えてなくなっていた。主よ、私はあなたと共にいる。あなたを愛している。この世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。高田馬場のあなたに語りたい神の愛、それはイエス・キリストが十字架にかかって死なれた愛です。今日あなたに伝える、それは十字架にかけられたイエス・キリスト、十字架で行く先血を流して死なれたお方、あなたの罪のために死なれ、あなたの苦しみを背負われたお方、病気を、コロナもエイズもがんも、キリストは背負い、十字架で死なれ、3日目によみがえりました。キリストを信じたら救われます。皆さん、その汚い臭いの誰でしょうか。私たちです。私たちの中に神の愛が注がれている。そして神はあなたを愛している。そしてクリスマスツリー、あれはあの木にはされているな。もみの木で一年中青いですよね。それと同じようにキリストを信じた人の人生は永遠の命が与えられる。
エターナルライフ。神を信じて、イエスキリストを信じて、その永遠の命を受け取ってください。大丈夫、予約してくれた。試合嫌だよ。神はあなたを愛しています。高田の馬場で歩いて、そして一期一会ここで出会うあなたに神は語りかけているのです。私はあなたを愛してるよ。大丈夫だよ。心配しなくてもいい。なぜならば私が共にいるから。キリストはそう語っておられます。どうぞあなたと共におられるキリストに気がついてください。このお方に出会うなら救われます。なぜならば救う力がある神であり、あなたの救いのために十字架で死んで墓に葬られ、三日目によみがえって今も生きているからです。なぜ日曜日赤なんでしょうか。キリストが復活したことを記念しているからです。皆さん、あなたは愛されています。あなたは愛されています。Bye.
ここで一旦休憩ありますので、終了いたします。近くでバイブルお配りしています。あなたに差し上げたい、心からあなたにキリストの愛をお勧めいたします。あなたのために十字架にかかり死んで、そして墓に葬られ、3日目によみがえって今も生きとられる、そのお方イエス・キリスト、この方はクリスマスの主人公です。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストです。心からお勧めいたします。また後半に続きますが、一旦ここで終了いたします。この広場をお借りして、お騒がせしております。どうもありがとうございます。